今日は搬入の日です。ホテルのロビーの掲示板でその日の予定を確認し、朝食をいただいて出発いたしました。このツアーを利用して参加の人たちは、羽田空港から出発したバス3台分に加えて、大阪から到着いたしました1台分の方々含め140人ぐらいになっているそうです。会場に到着いたしました。すでに大型のトラックがたくさん来ております。渋滞しておりましたので、少し離れたところにバスが止まり、そこからは歩いて行きました。皆さんたくさんの荷物です。入り口では一人一人チェックされ、腕バンドをつけてくれます。場内到着です。広い会場で、日本で言えばお台場のビッグサイトくらいです。私たちのわびさびはその中のほんの一角です。わびさびのスタッフや出店者の全体打ち合わせです。お願いします。ここが私たちのブースです。ホテルへの帰りです。オリンピックが来年なので建築ラッシュだそうです。日中は暑いですけれど、カラッとしております。なぜか落書きが多いです。落書きが多いですけれど、なぜか一定の統一があります。この辺はパリの郊外で、ホテルから会場へは50分ぐらいです。郊外のセーヌ川です。Thank you.
到着しました。次回はホテルでの様子や周辺のスーパーマーケット、夜景の川の様子をご紹介いたします。翌日からはジャパンエキスポパリがいよいよスタートいたします。よかったらチャンネル登録をして、ぜひまた続けてみてくださいね。それではごめんください。